木立花るディーゼイヤーシーボールディミクは、ヤブコウジカの樹木。琉球列島では、森林の構成種として普通で、また庭木などにも使われる。常緑性の低木だが時にかなり背が高くなる。高さは普通は2メートルから数メートル程度だが、時に10メートルに達する例もある。また幹の小道も60センチメートルになることがある。枝は、 肺褐色から早回路で、若い間は泡褐色の臨変毛がある。葉は五性で、胸頭卵型から頭卵系、あるいは胸頭卵状長楕円型など。葉の先端は丸く、円は滑らかで基部は、次第に狭くなるか、あるいは急に狭くなり、長さ5から8ミリメートルほどの傭兵に続く。 洋芯の大きさは長さ7から1 2トル、幅は2.5から4トル、破湿は厚くて表面には光沢がない。表面は緑色、裏面は淡い緑で、中力は突出し、側脈は大きな角度で出て細く多数ある。また若い間は泡褐色の輪変毛がある。なお葉は乾くと灰色を帯びた褐色になる。夏季は5から7月。は 枝の上の方の溶液から出て、三畳、または周三畳になる。果樹の枝は太く、長さは2.5から5センチメートル、小花柄は長さ7から10ミリメートルで褐色の輪辺毛がある。額は先端が5つに裂け、額列片は筒状部の約2倍の長さがあり、高卵形で先端は鈍く尖り、長さ1から1.5ミリメートルで背面には先天と輪辺毛が、 縁には細い毛がある。果敢は淡紅色で計7ミリメートルほど。おしべは果敢より短くて、めしべは果敢より長い。果実は休憩で国子色に熟し、大きさは7から8ミリメートルになる。日本では四国南部と九州、琉球列島と、それに小笠原に分布する。国外では中国南東部と台湾に分布する。ちなみに、 瀬戸内海における分布北限は四国の佐田岬半島であるが、これを山口県光市で実験的に野外栽培したところ、樹木のもとに植えなかったものは陶器にすべて枯死し、十果のものも痛みが激しかったといい、体幹性が制限要因になっているようである。常緑樹林に生える。一般的な傾向としては、木立花は湿潤で土壌が深いところを好むとされ、 小笠原諸島では入植時にこの種の繁茂する地域が肥沃な土地として開墾されたという。薬島の低地林ではごく広く見られるもので筒井の調査全プロットに出現したのは本種と深の木であったという。小笠原諸島では蒸気のように肥沃な地に広く本種の優先する森林があり、それらは開拓の対象となったが、 本州の生態的に幅の広さのおかげで完成の低木林で本州が優先する林分は今でも多く存在する。向島列島では低木林に本州の優先する林分が多く、地域によってはほぼ純林状態で見られる。ヤブコウジ族は日本に8種ほどが知られるが、日本本土にあるものは本州以外はヤブコウジのような極く背の低いもの、万両のようなせい,い1メートルの低木であり、 本種のようなはっきりした樹木になるものは他にはない。琉球列島にはよく似た、シシアクチエクインキゴナがある。この種は、本種とよく似ているがより葉が、幅狭く先端がやや尖り、葉裏の種脈が細い。また、果樹の柄が本種と違って細くて、やや垂れ下がるように出る。これを含めても本種は日本に産する本属では、 最も大きくなる樹木であり、森林の林間構成種にもなるものである。種内の変異としては、果実の色が異なるものを品種として分ける。赤く熟するものを赤身の木立花 F ルブリカルパと呼び、黒く熟するものを黒身の木立花 F ニグロカーペという。沖縄では、防風林や防潮林として宅地に栽培されることがある。 生木を焼いた灰が藍染めの添加剤として重宝される。種子を水鉄砲の玉にしたとも。果実は子供がおやつに食べたことがあり、また南西諸島では飢饉に際してこの果実を集め、餅のように突き砕き、食料として利用したことがある。葉は家畜の冬の食物に利用された。また材を炭にすると日持ちが良いとされた。 これらの利用は現在ではほぼ行われていない。以下、主として、佐竹ほか、P160 掘った、P28 佐竹ほか、P160 南、P112 佐竹ほか、P160 清水、P36 筒井、P8 清水、P36 清水、P14 から15佐竹ほか、P158 佐竹ほか、P161 掘った、P28 佐竹ほか、 P160 アマの P139 掘った P28 ありがとうございます。